昔はみんなでよくこの裏山で遊んだよね。虫を取ったり、みんなしてお弁当用意してピクニックみたいにしたり。あ、昔って言ってもそんな風に感じるのは私の方だけか。私、あの夏の記憶だけは持ち続けたし、あの時はまだサンデーいなかったけど。今なら素直に綺麗って思える。これも収穫のうちの一つかな。ほんと、いい眺め。これだったらバリ島の夕焼け空にだって負けないかもしれないよね、エマちゃん。そうだね。ところでバリ島ってどこ？ちゃんと受験勉強してる？ダメだよ。ちゃんと長い目で計画を立てないと。頑張って。来年になったら一緒に通おうね。いってらっしゃい。なのは、うん？どうして千尋ちゃん戻ってこれたの？もしかして非歓迎ムード？うん、そういうわけじゃないけど、でも本当に不思議だから。だって千尋ちゃんは。まあね、実はね、
私、感動されまして。感動？お父さんに出て行けって言われること？そう。何をしたの？職権乱用で人助け。難しいね。ま、そのうちわかるよね、サンデー。にゅー。サンデーの野生の勘で前に命を救ってくれたことのある女の子がわかったの。にその子の弟だからね。今度はこっちが助けてあげようってことになったってわけ。にゅー。でも、エマちゃんの方こそ頑張ったね。取りこぼした可能性を取り戻すの、なかなか大変だったはずだけど。きっと、少しずつ心の中に蓄積していったんだと思うよ。記憶には残らないとしても、感情だとか思いだとかは残るのかもしれないね。見ているだけじゃ嫌っていう気持ちが溜まっていったんじゃないかな。見ているだけって？だってそれだけしかできないと思うから。けど本当に良かったよ。私も嬉しい。京介くんも嬉しい。残るって。私多分お兄ちゃんにひどいことをしちゃったんだと思う。それと千尋ちゃんにも。だから笑えなくなって、笑えるはずなくて。エマちゃんはひどい人間なんかじゃないから。けど誰にだって感情に振り回される時はあるだろうしね。千尋ちゃんは覚えてるんじゃないの？あの夏のことを覚えていられたの、そのおかげだってことだけは覚えてるけどね。そんな。まあまあ、ほらほら、笑えるようになったんだったら笑って笑って。う泣いてるの？違う。してるだけ。久しぶりな気がするから。だから練習しないと。エマちゃんは頑張る人だから、きっとすぐに上達するよ。転校生が来るんだってよ。しかも女の子だってさ。
職員室まで見に行ったやつが言うには可愛いらしいぜ。あれ？ん？今どこか行ってた？